我々の窓が受胎を確認したのが3時間ほど前。半径500メートル内の住民も避難が完了しています。窓というのは呪いを視認できる光線関係者のことです。術師ではないですが、受胎が変態を遂げるタイプの場合、特級に相当する呪霊になると予想されます。バカでも分かるように説明しましょう。この業界は人手不足が常ね、絶対に戦わないこと。特級と快適した時の選択は逃げるか死ぬかです。自分の恐怖には素直に従ってください。お引き取りください。何者かによって施設内に毒物が撒かれた可能性があります。お気をつけて。帳を下ろします。闇より出て闇より黒く、その穢れをみそぎ払え。私も釘崎さんを病院へ届けたらなるべく早く戻ります。いや、伊地知さんはいてもあんまり意味ないので。努力いたします。では。はいはい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。はい。こう電話するときって電話するぞって気持ちを作るので没入してしまうというか。電話といえば皆さん肩で電話を挟んでながら通話できますか？快適した時の選択肢は逃げるか死ぬか。まずは絶対に戦わないことと彼らに忠告したのですが、はとおっしゃいますと。いや、しかし派遣が決まった時点では本当に特急になるとは。お疲れ様です、家入さん。あまり伊地知をいじめるな。私たちと上の間で苦労してるんだ。もっと言って。男の苦労なんて興味ねえっつ。もっと言って。そうか。伊地知、後でマジビンタ。マジビンタ。伊地知うるさい。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。みんなびっくりするかな。学長との約束までまだ少しありますけど、どこか寄ります？止めて。え、ここでですか？これ何か試されてます？本当に先行ったら殴る的な。僕を何だと思ってるの？おっ、まあ虎杖君が生きてるって知ってるの私だけですから、必然的にある程度ではなくもう分かっているんですよね、犯人の居場所。なんだみ先生。虎杖君、高校にはしばらく行っていないみたいですね。ここからは車を降りますよ。行きましょう。元気にやっているみたいですよ。それを使います。用途4級にも満たない低級の呪いです。人気のないところに出たらこいつに彼を襲わせます。なんで俺はそういう大事な情報知らないの？五条さんが適当だから。知ら。行きますよ、虎杖くん。タマ、誰かいる。え、ジャンプ。待って。え、吉野純平の自宅に。それはちょっと。大丈夫大丈夫、私もすぐ向かいます。チャランポランな五条さんならまだしも、大人オブ大人の七海さんに叱られたら私は多分泣く。急げ、私この年で人前で泣きたくないでしょう。ああ、予定より早い連絡。はい、叱られる。すぐ虎杖君と合流、そちらに向かいます。一緒にいないんですか？私のバカ。私たちの仕事は人助けです。その中にはまだ君たち学生も含まれます。私はもう間違いない。行ってはいけません、虎杖くん。ごめん、伊地知さん。